こんばんは、こんばんは、入山明子です。8月25日木曜 日、入山明子のつれづれ日 記、今日は朝情報が解禁になりまして、10月の19日解禁になりました。情報を皆様にお知らせしました。皆様にご報告をいたしました。10月の19日 YouTube ご覧いただけましたでしょうか。いただきます。一泊二日という義理となさると愛を乗せてに引き続きまして、忘れないプロデューサーは松崎すみおさん、どんなドラマが隠されているのか、そして近藤ディレクターが15周年にふさわしい曲はお待ちください。今回は15周年の記念曲ということで、表題曲一泊二日は近藤ディレクターの思い、そして作詞家作曲家の先生、アレンジの先生とともに話し合いを重ね合いながらこの曲を仕上げてくださいました。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せてからのご縁、和久井保社長にご紹介いただいた松崎すみおさんがカップリングをプロデュースくださいました。なんと水谷公男さんが作詞作曲編曲と手掛けてくださいました。本当に多くの素晴らしいプロの皆様に仕事ぶりを近くで見させていただいて大変刺激になっています。これからも前を向いてやるしかないという気持ちになっています。どうぞよろしくお願いします。それではギターの練習にも行きまして、今は東京世田谷にいます。皆様のコメントにお返事を返します。山木さんです。スタンプありがとうございます。中垣さんもいつも、ご挨拶をいただきながらコメントをくださって嬉しいです。羽地区さんもスタンプです。岸間晴美さんは、そうなんです、バンドに行けてよかったなと思ってます。スケジュールが合う限りは、毎回でも駆けつけたい、そしてリフレッシュできる、そんな時間になっています。晴美さんのアバターも踊ってます。音符を出しながら踊ってます。宮原さんです。バラの花束いただきました。加藤昌司さんも朝のご挨拶。羽根崎義恵さん、ブラジルから、オールディーズバンドで楽しい時間過ごせてよかったですねと書いてくださいました。もう本当に皆様が自分のことのように喜んでくださり、それが何より嬉しいです。駅中さんです。また今日も綺麗な素敵なお花の写真をいただいております。長塚正彦さんです。オールディーズバンド良かったですねと書いてあります。まあさんもギター弾けるんですよね。今度は弾き語りなどをやって教えてください、ファイトといただいています。入り口付近に私のアルバムからの写真も貼っています。ご覧ください。二見さんです。カニさんのマークですね。満月照夫さんです。あこちゃんおはようございます。浦安オールディーズバンドライブお疲れ様でした。今できること頑張ってくださいね。笑う角に福来たるといただきました。そして大島信之さんです。おはようございますから始まって、これは密だから気をつけてくださいというご注意もいただきました。二見さんです、スタンプいただきました。笠原茂人さんも朝のご挨拶です。松崎寿恵子さんはご挨拶とともに、あきこさん踊り素敵でしょうねと書いてくださってます。阿部明さんです。スタンプです。牧野明光さんいつもねコメント本当にしっかりと長く書いてくださってます。嬉しいです。読むのが楽しみになっています。もう平日でなければ皆さんと一緒に行ってツイストが踊れるのになと時々考えますよ。少しずつ涼しくなってきた感じもしますよね。体に気をつけて元気笑顔で頑張ってまいりましょう。みんなで応援してます。突っ走れファイトが本当にやる気満々になってきますね。グッドモーニングのアバターもいいですね。佐藤和義さんです。おはようございますのご挨拶をいただきました。柴谷富子さんです。解禁日なので解禁の動画をアップさせていただきました。
いち早くご覧いただいたりしているようですが、この時に書かれたコメントはまだ、皆様に告知ができてない時だったんですね。楽しみですと書いてありました。森澤隆さんもライブお疲れ様ということで、新曲発表おめでとうございますと書いてくださいました。ありがとうございます。西山秀子さんも楽しく踊られてよかったですねと。そうなんですよ、もう何も考えずに体を動かしながら音楽を楽しむというのはもう大好きです。種崎真希子さんです。バンド素敵ですよね。新曲発表もおめでとうございますいただきました。いち早くご覧いただいてありがとうございます。ブラジルの皆様には本当に助けてもらってます。マキコさん、お花の走行も ありがとうございました。ブラジルの花はちょっとだけ日本の感じと違う感じもするんですけれども、どうなんでしょうか。塩田さんです。真ん中の赤いハッピーが塩田さんなんですね。イメージがどうでしょう、もうちょっと違いましたね。たけしさんです。スタンプをいただきました。金子君江さん、新曲決まりましたね。あと浦安のライブ楽しそうなんで、機会があれば行きたいですね。ぜひいらしてください。もう本当にお待ちしてますよ。さあ、それから、新曲の告知の画面に、皆さんがコメントをいただきました。お祝いのコメントをいただきました。牧野秋光さん、駅中信夫さん、そして西山秀子さん、三浦純平さん、赤木聡さん、一泊二日おめでとうございますって、ミュージックビデオも楽しみと書いてくださいました。エンジェルのマスターさんですね。いつか歌ってくださいとおっしゃってくださっています。行きたいですね、歌わせてください。武佐隆さんもおめでとうが来ました。山木さんも応援してるよというスタンプ。柴谷富子さん、やっぱり新曲でしたかとね、書いてくださっています。一泊二日と私のふるさと、よろしくお願いしますね。二見さんもスタンプ。金崎真希子さんもアバター付きのおめでとうございます。二見さんもスタンプ。山崎直江先生、新曲おめでとうございますとご挨拶いただきました。金崎義恵さんも新曲のお祝い。山本博さん、お祝いありがとうございます。沖島晴美さんです。新曲発表おめでとうございます。体からハートがたくさん出てる晴美さんです。山川よしこさん、あきこさん、おめでとうございます。牧野和恵さんも本当に良かったですと、すごくね、喜んでくださっててとっても嬉しいです。稲葉幸恵ママさんです。一泊二日私のふるさと、新曲発売おめでとうとね、手に取ってくださる、そしてお会いできるチャンス楽しみに待ってますね。満月照夫さん、新曲のおめでとうの言葉と、スタンプ。鈴木千恵子さんもおめでとうございますと、カラオケ配信されたら歌いますよと、もう心強いです。大島さんです。新曲のおめでとうコール。それから辻明子さん、おはようございます、新曲リリースおめでとうございます、楽しみにしてますとあります。長塚雅彦さんも楽しみ楽しみと書いてくださってます。可愛いスタンプを押してくださってます。中垣さんはいつもコメント入ってますね、嬉しいです。カズテルムさん、新曲発売のおめでとうコールです。内野さんも一泊二日気になるなと書いてらっしゃいますね。ぜひ男性にも歌っていただきたい曲です。田村さんです。15周年記念曲を発売おめでとうございますと、そうなんですよね、本当に発売になるっていう当たり前でないこの新曲の発売、とても喜んでいます。さあ、そして今日午後から告知になりましたけれども、新 BS 日本の歌に出演が決定しました。それも埼玉の羽生市での収録です。ご一緒する方がまたとても楽しみな先輩方です。一生懸命私も歌わせていただきたいなと今から楽しみにしつつ、緊張感あります。そちらの記事にもお祝いをたくさんいただきました。山木さん、森澤隆さん、中垣さん、駅中さん、土江さん、
松崎寿恵子さん、二見さん、金子君江さん、和照美さん、大島信之さん、牧野和恵さん、山川佳子さん、辻明子さん、柴谷富子さん、さあ鈴木志保さん、和久井社長のお嬢様です、笠原茂人さん、山崎直江先生、林田和弘さん。そっか、4回目になるんですね、嬉しいです。それから西山恭一さん、ブラジルから、満月照夫さんは原宿から、お祝いの言葉、木中明子さんもおめでとうございますくださいました、嬉しいです。西山秀子さんもすごく嬉しいですと喜んでくださってます。安島啓二さん、演歌虫通信さん、明子さんやったといただきましたね、嬉しいです。沖島晴美さん、ブラジルでも見れるので嬉しいですということで、いつがブラジルで放送になるかちょっとまた、もしかしたら難しいんですが調べてみますね。のぼるさん、ありがとうございます、おめでとうございますを感じてくださってます。それに、スタンプもついています。金崎真紀子さん、スタンプ。内山さんは日本の歌ご出演決定おめでとうございますと律儀にご挨拶いただきました、ありがとうございます。佐々木泉子さんも、おめでとうございますといただきました。西村晴美さんもゴールのサイン、加藤昌司さんおめでとうございます、祝祝祝と祝づくしですね。さあそしてその後は加藤昌司さんと重信陽子さん、荒川清澄さんからもおめでとうのコールメッセージいただいております。さあそしてアメブロにお返事です。秀樹さん書き込んでくださっておりました。金沢はまだ落ち着かないですか、いかがですか。周囲の皆様のおかげですから、よく感謝をして、そしていい歌を皆様にお届けできるように、どのステージも体調万全に整えたいと思います。石田和之さん、新曲会員と同時に新 BS 日本の歌が決まりました、ありがとうございます。一緒に喜んでくださる方がいてくださるって本当にありがたいなと最近特に思います。新潟のさくらさんです。良い運気になってますね、本当ですね。先日、新潟でお連れいただいた場所も本当に素晴らしい、感染対策もしながら。そして野良猫にゃんにゃんさんです、おめでとうございますをいただいています、ありがとうございます。またぜひ歌いやすい楽曲ではないかなと思います。久しぶりの本格演歌、ツヤ歌ですがお楽しみくださいね。管理人森沢さんです。 あちらこちらでおめでとうを言ってくださっています。そしてこの情報を、今皆様に流してくださっています、ありがとうございます。さあそして YouTube のお返事です。牧野克恵さんです。昨日一緒にライブに行って楽しまれたんですよね。松崎さんのライブ楽しかったと書いてありますね。若い頃よく、足部だとかそういったところに行ってたというお話で盛り上がっていました。和久井音楽事務所の、松田社長ともお話が盛り上がってましたね。本当にオールディーズ皆さんの思い出とともにこう蘇った感じで、昨日も多くの人が楽しそうに過ごされてました。次回は10月の28日なんですね。もしよろしかったらぜひ皆さんお出かけください。鋼チャンネルさんです。盛り上がって楽しそうですねと書いてあります。楽しかったんですよ。日曜日にあればぜひ皆様ともね、一緒に行って盛り上がれるんですけれども、平日の開催ですので、また機会があると言っていただければなという、そんな感じです。で新曲の発表は9月3日の FM チャッピーで初オンエアとなります。ぜひ皆様お聞きいただければと思います。リアマイコ施設応援隊さんです。浦安のリフレッシュ良かったですねと書いてくださいました。
で解禁日の新曲の発表と、そしてそれをしたらその後新 BS 日本の歌 NHK に出演という、大きなニュースも入ってきました。本当に皆様のおかげです。一人では歩いてこれなかったですし、こうしてまた NHK にも出演させていただけて大変ありがたく感じています。またぜひお目にかかれますように。おやすみなさい。